お金のニュース。1億リビトは金持ちじゃない米国の富裕層の基準値がやばい。8月22日のお金のニュース。米国で裕福と感じるには3.6億円の純資産が必要。米国では250万ドル。約3.6億円ないと裕福さを感じられないよーっていうニュースです。米国の証券会社、チャールズ・シュワブが毎年おなじみの調査を実施しました。 21歳から75歳の1000人を対象に裕福だとみなされるにはいくら必要って聞いたところ、平均で250万ドル、約3.6億円必要との結果が出ました。米国ではもはや、ただの送り人は裕福とはみなされないようですね。今回の調査でわかったこと、3つ紹介します。一つ目は、裕福さの定義が去年より厳しくなっていることです。 去年は220万ドルあれば裕福だったのに、今年は250万ドル必要になった。これはインフレによって住宅価格や生活費が上がってるからですね。そして二つ目は、年齢が高い人ほど裕福さの定義が高いこと。裕福さを感じる資産額は世代によって大きく異なります。Z 世代、1990年代半ばから2010年序盤に生まれた世代。これらの世代は120万ドルが裕福さの定義だそうです。 それから、ミレニアル世代。1981年から1990年頃に生まれた世代。こちらは220万ドルが裕福を感じる定義。ベビーブーマー世代。1946年から1964年頃に生まれた世代は280万ドル。歳をとって樽を知るのかと思いきや、歳を取れば取るほど、よりたくさんのお金がないと裕福さを感じられないみたいです。そして3つ目は進捗状況です。 10%の人がすでに裕福だと回答。20%強の人が裕福になる道を進んでいると回答。裕福さのハードルが上がっているにもかかわらず、これはなかなかの状況ですね。ちなみに、裕福っていうレベルではなく、経済的にゆとりがあるっていうレベルの金額は77万8千ドル。約1.1億円らしいですよ。なので日本の送り人はアメリカ人目線では小金持ちぐらいなのかもしれませんね。で、今回のニュースで伝えたいこと。 今回のニュースで伝えたいことは、これにつきます。罠にはまるな。これですね。どういうことかと。先ほどの調査結果で見た通り、お金持ちの基準は、経済成長とともに上がっていくのが自然だし、年を取れば取るほど厳しくなりがちです。だから、多くの人がこの罠にはまるんですね。もっとお金が必要だともっとお金を貯めなくちゃ増やさなくちゃでもこれね、本当にしょうもないですよ。 周りを見渡して、周りと比べて、世間はいくらぐらい持ってないとお金持ちに見てくれないとか、この年齢になったらこのぐらい持ってないとみっともないとか、自分で自分を追い詰めているわけですからね。皆さんがお金持ちになりたいのは、自分らしい自由な人生を歩むためですよね。お金は自分にとって必要な額があればそれでいいわけですよ。で、自分自身と本気で向き合った結果、10億ないと足りんって言うんだったら、それはそれで構いません。 でも、自分と向き合うんじゃなくて、世間という、実はありもしないものに向き合った結果、もっとお金が必要だって感じるのなら、それは違うと思いますよ。そういう状況で求めるお金は、新規労みたいなもんでね、おってもおっても、絶対に手に入ることはありません。で、こういうニュースを見てもやっとしたとき、他人の資産額を見聞きしてしまってもやっとしたとき、そういうときにおすすめの行動について紹介していきます。超本質的なアドバイス。 家計簿アプリを見るべし。これですね。世間の声とか他人の懐事情は幻です。でも家計簿アプリに記録された数字。これこそがリアル。皆さんに必要な資産額は世間の声では決まりません。皆さんが保有すべき資産額は他人がいくら持ってるかとかは一切関係がありません。皆さんが目標とすべき資産額は家計簿アプリに記録された生活費によって決まります。 経済的自由を求める人は、裕福さを生活費の何倍の資産を持っているかで測るんです。どういうことかと。例えば、共に6000万円の資産を持つ A さんと B さんがいたとしましょう。A さんの生活費は年間240万円。資産6000万円持ってるわけだから、資産6000万円割る生活費240万円は25。つまり、A さんは生活費の25倍の資産を持っているってことになります。 一方、B さんの生活費は年間1,500万円。同じく資産は6,000万円だから、資産6,000万円割る生活費1,500万円は4。つまり、B さんは生活費の4倍の資産を持っているということになります。生活費の何倍の資産を持っているかっていう物差しでは、A さんの方が裕福なんですね。世間的には、共に資産が6,000万円あるっていう意味で、同じに見えるかもしれないし、年間1,500万円も使ってる B さんの方がお金持ちに見えるかもしれませんけどね。 世間の声は関係ありません。A さんの内面としては生活費の25倍も資産がある。人生安泰だって感じるだろうし、B さんの内面としては生活費の4倍の資産か、まだ足りないなって感じるでしょうね。皆さんにはぜひ自分の心の声をベースに裕福さやゆとりを感じてほしいです。心の底から裕福さやゆとりを感じるには生活費のコントロールが必須です。 自分自身に向き合うべきと感じたらすぐに家計簿アプリを開く。そして無駄な支出を削る。もっとお金を使いたいところには使う。そうやって自分にとって最適な生活費を作っていきましょう。そしてその最適な生活費の何倍、何十倍の資産を作るために頑張っていけばいつか人生上がりになりますからね。他人とは比べんでよろしい。本日は以上です。